ランシアンあるいはランスキとは北アメリカの白亜気候機の動物賞の一つ。名称はランス類層に由来する。ジュディシアンからランシアンへの地上の堆積層は全体的に回帰的であるため保存された化石群衆の変化は系統的な変化だけでなく山岳付近の生息地から沿岸域の生息地までの生態域についても起こっている。ランシアンにおいて トサカを持つハドロサウルス類は、もはや北アメリカ西部の、どの州の支配的住民でも亡くなっていた。レーマンは生存した山賊のカスモサウルス赤に加え、最近発見されたオジョケラトプス、デガリケラトプス、およびブラボケラトプスもこの時代まで生存していたかもしれないとしている。最近、トロサウルスがトリケラトプスのシノニムである、可能性が示唆されているが、 これは依然として、議論の対象となっている。エドモントサウルス、クリトサウルス、サウロロフスのようなサウロロフス赤の恐竜、及び最近発見された、ハドロサウルス類、アウスティノロフスは、いずれも、前時代のランベオサウルス赤のような目立つと坂を、書いている。極竜はいくつかの属にまで減少し、アノドントサウルスやアンキロサウルスのような、アンキロサウルス化、並びに、 デンバーサウルス、エドモントニア及びグリプトドントペルタのようなノドサウルス科の動物だけが基地の生存者であった。南部ではランシアンへの移行はより劇的であり、レーマンは見かけ上ジュラキのアスペクトを持つ動物群の急激なさらいと表している。テキサスの動物賞はアラモサウルス、ブラボケラトプス及びオジョケラトプスの繁栄によって支配されていた。 サウロロフス生態系の変化の中で植物食動物のコミュニティの構成に起こった極端な変化は生態系の植物症の変化が最も直接的な原因ではあるがおそらく究極のものではない。海面効果に伴う内陸気候の乾燥は白紀後期北米西部で発生した環境変化の一部を説明することができる。多くの恐竜に享受された湿地の生息地は 縮小し断片化していたと思われる。多くの種は地理的に非常に限られた範囲で暮らしていたため、その種の個体数を支持するのに必要な面積が足りなくなった可能性がある。しかし、湿地環境が縮小したという直接的な証拠はない。レーマンは海岸線の150メートル以内の沿岸定地の面積は実際には大幅に増加していたに違いないと主張している。 さらに、内陸、または乾燥した環境に住んでいた恐竜は、乱好きで最も栄えていた。アラーモサウルスとケツアルコアトルスの関係は、おそらく半乾燥した内陸の平原を始順している。以前の研究で、ジャック・ホーナーは、湾岸沖地震の際の海面上昇が、沿岸低地を海に沈め、いくつかの恐竜の種の生息域が、化石記録が示唆しているように間に限られていたならば、 急激な海面上昇と低下が数種類の恐竜による急速な繁殖を可能にしたかもしれないと指摘している。恐竜の種の出現または再現はアジアからの渡りによって説明することができる。ノドケファロサウルスのような恐竜はアジアの極竜の形態に似ており、サウロロフスはアジアと北米の両方で生息していた。潜在的な アジア系移民は特に高地環境でよく見られた。アラモサウルスの出現は南アメリカからの渡りを代表していると言えるだろう。クリトサウルス及びアビサウルスを含むいくつかの分類群は両大陸で同時に存在していたかもしれない。アラモサウルスはその環境において非常に突発的に現れ優位なニッチを獲得することに成功した。一部の科学者はアラモサウルスは アジアからの移住者であると推測している。内陸の動物は沿岸の種よりも固有種である可能性が高く、水域を渡る能力が低い傾向がある。さらに白キ戦記において、北のサウルス類はすでに知られていたため、アラモサウルスにとっての北アメリカの潜在的祖先がすでに存在していたと言える。一方、ケツァルコアトルスは北アメリカで突然出現し、広い範囲に放散した。 これは、渡りではなく、繁栄に適した生息環境の拡大を表しているかもしれない。卵子案での再出現の前に、白秋前期の時点で、基盤的なネオケラトプス類がすでに北米に存在していたことが化石からわかっているため、ネオケラトプス類については、アジアからの渡りについて言及することができない。レーマンは、渡りという説明は、 ランシアンでの恐竜のターンアラウンドの理由として特に魅力的ではないと述べている。動物賞の変遷は沿岸低地であった区域が河川によって崩壊したことに起因するというより原始的な形態を持った種の衰退によって説明されるかもしれない。南部では流脚形類はハドロサウルス類とケラトプス類の両方にとって変わられた。北部ではハドロサウルスは 恐竜の生態系において一時消費者のニッチに降格されたが、両者は依然として存在していた。エドモントサウルスは北部の主たるハドロサウルス類であった。白亜紀の終わりにはほとんどの生態系の大型植物食動物は単一種によって支配されていた。北部ではトリケラトプス、南部ではアラモサウルスのみになっていた。このような変遷は ダラ,ラミーの起源とロッキー山脈の隆起と時期的に一致する。岩石学的な調べによると地層は気候の変化、そして相対的な海面水準の表し低下が起こったことを示している。レーマンは高地の生息域が移動し、植物植生恐竜が食べる植生の分布に変化が起こったと主張している。ジュディシアンの終わりの時点で、 北米は770万平方キロメートルの面積を持っていたが、ランシアンの終わりまでには1790万平方キロメートルに達し、最終的にほぼ現代と同じ2250万平方キロメートルに達した。ありがとうございます。